本質は変わらなかったようだな。さっきの見てたの？平田を呼ぼうとしても無駄だ。あいつとの偽りの関係も、いじめられていたことも、その気になればいつでも暴露できるってことだ。お前は二度といじめられないよう過去を隠し、誰かに寄生する道を選んだ。体が目当てなわけ？それも悪くないかもな。股を開け。私は認めない。あんたなんかにいじめられてるわけじゃない。身を握られて無茶苦茶されてるだけ。抵抗しないんだな。私は捕食される。脱走無機質に考える。前の受けた本当の痛みは何だと、決定的な何かを隠してるんじゃないのか。いや、これか。心に闇を持つ者は惹かれ合う。そしてより強い側が相手を包み込んでいく。何なのよあんた。この世界にはお前が知るよりも深い闇がある。